オナズマイレブンオープニング。 Let's go! ウェイ。ねえ、このチン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 立ち上がりは共通言語なんですか？さっきお約束イレブンで見たオトマットでもチン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 立ち上がりを言ってたんやけど、何？これしかないんか？このスタンダップスタンダップ立ち上がりはチン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 立ち上がりよでしかもじれないんけ。そんなわけねえやろ、もじゃやるやろ。あと映像が地獄。立ち上がりおなずまチャレンジャーだ。うわーすごい、うわーすげえ、おなずまやクオリティーバカだけ。おなずまイレブンすげえクオリティーやな。ちょっと比較しちゃって申し訳ないんですけど、お約束イレブンに比べると最初のロゴとかめっちゃクオリティー高いっすわ。お約束イレブンなんてこの稲妻の部分のび太の母ちゃんだからね。おかしいでしょ、お約束イレブンとおなずまイレブン。俺の青春がどんどん汚れていく。チャンチンスライディング、おーすごい、うんこまみれにすんなや。ドロンコまみれです、本家はドロンコまみれです。うんこまみれにはなってないですからね、ほんまに。おーすごい、やば。これ立ち上がり湯の本家見てほしい、すごかった。今の部分、今の部分分かりやすく再現してた。この部分ですね、これ聖金さんだよね、左の方は聖金さんだよね多分ね。何しようじゃ聖金、アヘ顔 T シャツみたいな柄の T シャツ着よう。俺今すぐこの人と同じ格好できますよ、着てきましょうか。一緒やってマジで聖金やん。なんか似たようなサングラスもあったよ。聖金やん、これ聖金さんだよね。いやこれ聖金さんじゃなかったらマジで申し訳ないです。全く一緒やんこれ、なんやこれほんま。ファイティン、うわーもう地獄地獄。いやもう同じ格好のやつしか目がいかん。全くもって一緒、わしやんけ。はーい、無理だった。ヒカキンさん太ってたね。ヒカキンさんの裸めったに、これヒカキンじゃなくてデカ、デカキンやん。サングラスかけてたせいで、一瞬マジヒカキンさんかと思ったら、デカキンさんか、よかったよかった、びっくりした。ほんまに太ったかと思った。サングラス越しだと間違えちゃうんだね。似てますわ、やっぱあいつら。夢でいいやん、確かに夢歌ってるけど、普通に歌詞で夢って言っちゃえばいいんだ。お、雑草だ、懐かしい。最悪やで。わあすごい。ヒカキンさんがファイヤートルネード撃った、感動だよ。ほらファイアトルネード撃った。立ち上がりよ、うわすごい、ゴッドハンド使った、うん、いやこれマジ普通にすごい。俺なんでか知らんけどちょっとこの部分で感動しちゃったもん。これ今まで見たヒカマニ動画の中で一番好きっすね。これ圧倒的1位ですわ僕の中で。チェンソーマニアオープニングキックファック、おうおう、ええ感じバカね。おーすごいすごい。もうここ最低、このイントロの部分で下ネタをぶっ込んでくんなバカ。ただまあまあこの数十秒間を見ただけで分かったと思うんですけど、クオリティは相当高いと思いますバカよ。ちょっとまだ気持ち悪さへの失望よりワクワクが勝ってるバカ。こっから上がっていくのか、それとも真顔になっていくのか、どちらなんでしょうか。気持ち悪い、メッサムラムラ、メッサムラムラ、メッサムラムラ、レッドチューブね、まあまあまあ、おーおー懐かしいバカね。
1週間で33時間バカ。まあ仮にワン射精1時間だとしましょうバカ。1週間で33回やってるバカ。1日4回5回やってるバカね。1時間計算で1日4、5回なんで、30分だとしたら1日それの倍やってることになるんで、まあ普通に多いですね、バカ。バカ多いバカ。そんな時間ないやろ、ヒカキンさん。ヒカキンさんはオナニーする時間ないんや、絶対。ヒカキンさん、味噌菌のことで動画まで休んで頑張ってたのに、そんな1週間で33時間もやってるわけないやろ、バカ。舐めやがってよ。ヒカキンさんの頭の中は今真逆なんや。ザーメンとは真逆の抹茶色の味噌のことしか考えてないんや、今ヒカキンさんは。やめなさい、本当に。でもまあ普通にマットとしては、はめ方とかめっちゃ気持ちいいバカね。マット的にはめちゃめちゃ気持ちいいんだけど、いかんせん言ってることが最低。ヒカキンは1週間で33時間もないです。幸せになりたい。なんだこの自己満動画で。ヒカキンさんあかん。それだけは言ったらあかんバカ。YouTuber なんてみんな自己満バカ。その中でも見てくれる人に感謝して、見てくれる人が少しでも元気になれるようにみんな動画作ってるバカ。そんな自己満動画なんてあなたが絶対言っちゃいけない言葉バカ。言ってしまえばあんたが作った味噌菌だって自己満バカ。でもどうしても作りたかったから、どうしても自分の作ったラーメンで人を笑顔にさせたかったからやったバカ。だからその自己満なんて絶対言っちゃいけないバカ。33時間射精してて、動画までただのオナニーだったらもう、あんたは YouTuber じゃなくてオナニストやバカ。全国のキッズどもにもっと夢を見せるバカ。まあ夢を見させすぎた結果、こんなヒカマニみたいな害悪コンテンツも生まれてるけどもバカ。どうしようもないジレンマが毎日毎日ヒカキンさんを総召喚へと駆り立ててるバカ。いや、狩りが立ってるバカ。おお。気持ち悪い。てくれ。だからもう何この一人で興奮して一人で賢者タイム入って、マジでオナニーしてんなこいつ。キックファックって自分のケツに入れてるってことバカ。自分のケツにキックファックしてるバカ。相手いないバカ。この人ずっと G 行為繰り返してるだけバカ。メッサムラムラ、メッサムラムラ、メッサムラムラ、出たね。なんこれ。3、2、1、よ。股関節。OK! ということで、オナズマイレブンでした。これは割と良かったですね。今まで見たヒカマニ動画だと、まあ、おもろいけど、肝が勝ってたんですけど、これはね、おもろいが勝ちましたね。ということで、この動画が良ければ、高評価、チャンネル登録、コメント、お願いします。それでは、また次回の動画で、おっしょっしょー !See you next time! ぜひミュージック、あぜひ TV、ぜひミュージック、あぜひ 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 TV、